アドーラ・スビタクは、アメリカ合衆国の著述家、活動家。多くのエッセイや小説、詩を書き、出版もされている。現在は、アメリカやイギリスで子供を対象とした教育的な講演をはじめ、大人を対象とした啓蒙的な講演も行っている。スビタク・イン・オクトーバー20121997年10月15日、米国オレゴン州、スプリングフィールドに生まれる。 父親はエンジニア、母親は中国系アメリカ人。2歳上の姉は現在ピアニストとして活躍している。世に知られるようになったのは、6歳の時にパソコンのキーボードを巧みに操って文章を書く姿を地元シアトルのテレビ番組で取り上げられたのがきっかけである。カメラを向けられたインタビューに対して、全く物おじすることなく大人顔負けの語彙力で答えている姿が、 衝撃的であった。7歳の時にテレビ番組グッドモーニングアメリカに出演し、そこでもキャスターの質問に対して流暢に自説を論じ、出演者たちを驚かせている。その番組放映後に彼女は天才少女として全米で知られるようになった。同じく7歳の時にそれまで書き溜めていた300ほどの物語のうち9つを、 編集したものがアクション出版社から出版される。本の題名は飛び出す指。ありがとうございます。